皆さんこんにちは、ナフィーです。今回はナフィーダのガチャがもうすぐ終わるということで、雷元素メインで遊んでいらっしゃる方は特に引いていただきたいということについて話していきます。まず前提としまして、僕自身ナフィーダを引いてから2週間リサと組み合わせて使用しています。そこで感じたメリットとデメリットも話しつつ、ナフィーダを引くことによって雷元素の環境がガラリと変わっていくということを感じていただけたらと思います。それでは早速本題に入っていきましょう。ではまずはじめにメリットについてなんですが、これがかなりの数あるんですよね。なのでその中からいくつか厳選して話していきます。まずこれが一番大きいんですが、ナフィーダの実装によって基礎元素の付与がお手軽にできまして、雷元素のダメージが出しやすくなったことだと思います。もともと草元素が実装された時から雷元素キャラは強化されていたんですが、既存のキャラは基本的に単発系かつ設置系スキルのキャラしかいなかったので、雷元素で攻撃している最中に激化が解除されてしまったり、かといって継続的に草元素を付与するために設置系のスキルを置いたところで移動を繰り返すような敵がいた場合、エリア外に出てしまってせっかく設置したスキルが無駄になってしまうんですよね。その難点を解決してくれるのがナフィーダの元素スキルになります。ナフィーダの元素スキルは近距離遠距離問わずに敵に当てることができまして、敵に元素スキルを当てることで印みたいなものが敵に付与されまして、その状態の敵に雷元素を含め草関連の元素反応を起こすことで激化でしたり開花反応などを簡単に起こすことが可能になります。さらに継続時間が25秒と非常に長いので、キャラチェンを頻繁にしなくてもいいので操作面がかなり楽になったというのがまず一つですね。二つ目はナフィーダの元素爆発でバニエルキャラに元素熟知を最大で250配れるようになる固有テンプがあるんですが、これがまたいい感じの火力サポートになるんですよね。この効果でリサの通常に5000とか上乗せができますので、この熟知バフの恩恵がバカにならないくらい大きいと感じました。しかも継続時間が15秒なのに対して元素爆発のクールタイムが 13.5 秒になっていますので、チャージ効率さえあれば元素爆発をループすることも可能になりますので、ナヒーダを含め雷元素キャラで効果力が出せるようになるのが2つ目になります。3つ目が少し雷キャラと離れてしまうかもしれないんですが、バフとヒーラー適性も高い点になります。ナフィーダは激化編成のサブアタッカー枠としてめちゃくちゃ強いんですが、バフ特化でしたりヒーラー特化にしてもかなり優秀で、まずバフキャラとしての運用は味方に熟知が配れる時点で優秀ではあるんですが、ナフィーダに洗顔生物でしたり竜殺しやさまよいる星などの武器を持たせることによって元素熟知に加えて攻撃力が配れますので、さらに激化までさせてくれますので、サポート型としても優秀なんですよね。そして問題なのがヒーラー運用についてだと思うんですが、ナフィーダのヒーラー運用は実際ありです。少女4セットや海染め少女の生物を持たせまして、武器を単造で作れる金箔を持たせまして、こちらの武器が味方の HP を回復できる効果のある武器になっておりますので、こちらを装備することによってナフィーダをヒーラーとしても運用していくことが可能になります。先ほども話しましたが、ナフィーダの元素爆発はループさせることが可能だったり、必要なエネルギーが50と軽めなので頻繁に味方を回復することができますので、ヒーラーとしてもおすすめだったりします。あとはナフィーダをヒーラーにすることによってヒーラーの枠を他のキャラクターに変えられる点もメリットになります。今3つほどメリットを話していったんですが、さすがにメリットだけではなくデメリットもあります。次はそちらについて話していきます。1つ目が瞬間火力に関しては、ベネットや貫突の九条皿よりも劣ってしまう点になるんですが、激化のダメージアップは元素熟知の数値によって決まった数値が上がるものになっていますので、瞬間火力は控えめになっています。その代わり長時間かなりいい感じのダメージアップをしてくれるって感じになっております。2つ目のデメリットは風キャラとちょっと組み合わせづらい点になるんですが、雷元素を先に敵に付与させてから拡散するのは問題ないんですが、逆にナフィーダのスキルをつけてから雷元素をつけて現激化状態にしまして、そこから雷元素を付与しようとしても、ナフィーダの元素付与能力が高い上に 2.5 秒に1回元素スキルの追撃が入りますので、なかなか雷元素で上書きすることができないんですよね。無理やり上書きすることはできるんですが、結構操作が大変なので、正直風キャラを入れるよりももう一人雷元素キャラや水元素などを入れました超開花もできる編成にした方が個人的にはいいのかなと感じました。
3つ目なんですが、ナヒーダの元素スキルはタルタリアの弾流とかと違って敵を倒しても近くの敵に再度付与することができないので、雑魚戦に関しては敵を倒し終えた際に再度ナヒーダを登場させてまた元素スキルを付与する必要がある点ですかね。今思いつく範囲でのデメリット面も話していったんですが、正直デメリットはそんなにデメリットではない上にメリットの方がすごく多いので、雷元素キャラをメインで使っている方にはぜひ引いていただきたいなと思いました。先ほども話しましたが、元素スキルで付与される印の継続時間がものすごく長いので、キャラを頻繁に変えなくても良くなりますので、操作性が非常に簡単になりましたり、火力が伸ばしにくい雷元素の通常攻撃などで火力も出すことができますので、リサとナヒーダでがっつり使用してみた僕にとってはすごくおすすめしたいキャラになります。なんならナヒーダを引いてからリサの編成には絶対にナヒーダが入っています。あ、すいません、一つ言い忘れたんですが、ナヒーダの武器は星3の魔導書論で全然いいので、加えてコスパがいいというのもメリットに入れさせてください。ということで、今回は雷元素を普段使っていらっしゃる方に向けて、ナヒーダがいることによるメリットなどを厳選しましてお話ししていきましたが、参考になる部分があったのではないかなと思います。ですが、本当にナヒーダが加わったことによって、リサを含めまして、雷元素キャラの編成のバリエーションがかなり増えたのかなと思います。以前紹介したありとあらゆる元素反応が起こせる編成もそうですが、激化超開花編成なども強かったので、今後もっと編成が開拓されていくのかなと思います。先ほどの編成が気になる方はよろしければそちらの動画もご視聴いただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。動画の感想やリクエストなどぜひコメントで書いていただけると嬉しいです。こちらの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。